はい、じゃあ続いてね、さっき言ってたハンドガン SV9 をね、使ってプレイしていこうと思います。で、今回ね、まあ、せっかくなんでね、SV9 のみで戦っていきます。で、まあ、ハンドガン縛りですね。で、弾数が15発と多いですね。で、連射力もなかなかあって、威力が低いみたいな。まあ、よくある普通のハンドガンなんですかね、FPS で言うと。なぜデザートイーグルが一つ目のハンドガンだったのか謎だったんだけど。まあ、使いやすい普通のハンドガンってことでね。ほら、ああ、やられた。まあ、そうだな。立ち回り的には MP7 と一緒で、まあ、正面から打ち合ってもね、あんま勝てないんで、横とか裏から攻めていくみたいな立ち回りで行こうかなと思います。ってことでね、結構ライン上がってるんで、ガンガン押していきましょう。で、やっぱね、ハンドガン威力がね、弱いんで、相手のメイン武器とタイマン張るにはきついっすね。まあでもね、まあ、全然勝てないってことじゃないんでね。まあ気合い入れて。うわぁ、上か。意識してなかった。上は意識してなかった。まあ場合によっちゃね、正面からでも勝てる要素はね、あるんで。で、グレネード当てて、横から入って。で、基本、ヘッドショット。ヘッドショットを狙っていく。よし、奥の、もう一人、しゃがんでる。お、ヘッド当たったな。今、ゴシュって言ったぞ。もう一発、ヘッド当てて、倒していく。奥のやつも倒して。あ、いいっすね。負け、戦えないことはないね。ハンドガンでも。で、ちょっとどんどん距離を詰めて、こういう L 字を取っていきましょう。奥が先か。一人やって、手前やって、もう一人。あ、味方のカバーがありがたい。弾がない。ちょっと、使っちゃったよ。やべやべ。もう弾ないからね、今のはね、しょうがないってことで。ちゃんとハンドガン使います。つい、アサルトライフル出しちゃったよ。で、グレを適当に投げて。で、こっちかな。あー、出てこない。敵が出てこないっすね。おっと、奥。あ、きついね。HK12 マンハント。ちょ、ライトマシンガンもね、なんか、水鉄砲ライトマシンガン出たんだけど、あれも使ってみたいんだよな。で、ガラスのとこからグレを。あれ？ここって、あ、ガラス割らないとダメか。割ってからじゃないと。横から入っていく。ちょっとね、距離が遠いと当たんないかな。当たっても、ダメージが取らないかもしれない。一呼吸置いて、いや、見られてるかな。あ、見てる見てる。あー、やられた。まあ、しょうがない。AK か。さあ、なんとかね、ハンドガンのみで戦って、いい線行きたいですね。結構詰めてるんで、やっぱり。有利かな。おっと、やばいやばい。3体見えたよ。あれはひとたまりもないな。ちょっと横で出待ちしましょうか。いたいた。逃げたな。味方が一人いったんで、カバー入ろうと思ったが、リロードして、来るかな。来た来た来た。よし、一人やって。反対方向から。おっと、危ない。青く光っている。無敵だ。あー、やらちった。ああ、まあでも、絶対にね、デザートイーグルよりはこっちの方が好きですね。結構やっぱ連射できた方がね、楽しんで。こっちの銃をサブ武器にしようかな。あ、やべ、奥にいた。ああ、やられた。EF88 ハザード。さて、適当にグレーを投げて、ハンドガン構えて、奥の敵を見るが、一人青い。いた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 。もう一人いけるべ。いける。やれ。あいつやれ。よし。もう一人。よし、やった。ああ、やられたか。ああ、まあ、結構戦えるね。意外といけんじゃん。そんなね、弱い武器って感じではない。まあまあまあ。サブ武器らしい感じで使えるんじゃないでしょうか。お、撃ってるね。グーで投げて。いるでしょ。ほら、お前は、ああ、ダメだ。全然当たってなかったな。この武器ってどこの武器なんだろうね、ほんとね。ちょっと調べてみようかな。説明文も読んでないんだよね。後ろだよ、これ。絶対後ろだよ。もう見たことないんだよね、SV9 って。なんだろうな。スライドが、1911っぽい。
で、サイトは、これノバックサイトじゃないですか。なんかの、カスタム品かな。やられた。あ、でもあれですね。勝ってますね。88対122。多分味方がね、味方に強い人が多いんで、だいぶ助かってますね。まあ、ラインも相当上がってるな。だいたい敵のリスポン地点前ぐらいが戦場になってる時点でもう相当してるよね。おー、やばい。あ、一人はやりたかったな。まあ、KD、位置は聞きたくないっすね。ハンドガン、いくらハンドガン使ってるとはいえ。グレを投げて、右が、おっと、スモーク焚いた。くそ、スモーク焚かれたら入れねえな。待つか。で、晴れたところに、おっと、奥。奥見てくれてる。おっと、手前。で、わ、やばい、青いのに見られてるが、逃げ切った。逃げ切ったぞ。で、奥、見たけど、どうしようもない。ダメだ、もう決め打ちするしかない。よーし、一人やった。結構楽しいね、ハンドガン戦もね。もうハンドガン戦つって、俺しか使ってないんだけど、ハンドガン。なかなか面白いもんですわ。一人やりたい。いたいた。あいつやって、決着をつけて、あー。ってことでね、SV9 使ってみました。まあ全然普通のハンドガンなんでね、デザートイーグルよりはこっちの方が個人的には好きですね。まあなんか音がなんかあまり好きじゃないかな。もうちょっとなんか重い音にしてほしかったっていう感じはありますけど。てな感じでね、今日は以上です。